こんにちは、ジャンゴです。今回は、はじめの一歩ファイティングソウル動画撮ろうと思います。ってことで、2月にね、変わりまして、ログインしましたところ、日本という名の国で出会った侍だと、リカルド・マルチネス来ましたね。いけ。さあ、リカルド・マルチネスの、チャンピオン剣探は来ましたね。伊達参戦。グッバイ、エイジ伊達。これは、尊敬するボクサーと聞かれたら私はこう答える。その選手は小さな、あーちょっと読めない。はい、リカルド・マルチネス、チャンピオン剣探は来ましたね。フェザー級最強のとこが登場、頂点、王者リカルド・マルチネス。ちょっと音ないと寂しいので、まあ戻って、はい、まあ見てみましょう。まあリカルドは、はいはいはい、こんな感じね。はい、あれ戻るをしたのにそっちに行っちゃう。まあね、あの月末にね、サポートキャラのね、チャンピオン剣玉として、あの高村さんのね、サポートのやつとかも来てたりはしたんですが、まあそれはちょっとね、回す余裕がなかったのでいいかなと思いまして、ちょっと待って。まあ今回はね、リカルドがね、来たということで、一応ね、1回ぐらいは回したいかなと思ったんですが、プラチナ引けないな。プラチナ引けないな。ちょっと無料回しちゃいましょう。まあこっちにはね、チャンピオン剣玉入ってないんですが、あー伊達さんが出たか、なるほどね。ちょっと、チャンピオン剣玉の出るガチャね、1回ぐらい引きたいかなと思うんだけど、ゴールド引いちゃうとね、それこそまたプラチナ登録しな、どうしようかなという感じもあるんだよね。どうしようかな、プラチナ、あ、そう、この高村さんがね、サポート、来てたりもしたんですが、まあちょっとね、サポートよりも、まあメインの選手来た時に引きたいかなと思っていて、まあ2月ね、リカルド来ましたという形なので、まあできればね、引きたい気もするんだが、ちょっと石が足りない状況という感じですね。どうしようかな。まあ一応ね、あと1000ちょっとで回せるんですが、ゴールドで引いちゃう？ゴールドだとさ、0.5% なんだよね。ちょっと厳しいかな。どうしようかな。リカルド来たのはね、嬉しいけどね、まあ引けなきゃしょうがないし、まあ引ける余力がね、ちょっとないかなという感じですね。そうなんだよね、まあこういう時にもう超低確率でもいいから、こっちにもね、一応入れといてくれたりすればね、それを期待して回したりするんですが、これだと、ちょっとね、石がなくて回せないですね。リカルドね、まあでもあれなんだよね、かぶってないとこの状態だからな。進化2、あ、進化1回かぶったあたりからはかっこいいけど、最初ちょっと地味なんだよね、チャンピオン剣玉。他のでもね、ちょっと思うけど、かぶる前の状態はね、
いやまあでもね、まあちょっと8500貯まるまで待つか。ここでゴールド引いてもね出ないだろうし、ゴールド引いちゃうとなおさらねプラチナムガチャ引くの遠のくからね。ちょっと待ちますか。あれ月変わったけどまだ更新されてないね。まあいつもねもうちょっと遅れて更新されてるか。はい、というわけでね、まあちょっとね、リカルド・マルチネスが来ましたという動画ではあるんですが、ちょっとガチャ引けないから、ちょっとね、一歩とか宮田くんの時にね、つい引いちゃったけど、貯めとくのが正解だったかもしんないね。月が変わったら、チャンピオン剣太も来るかも、みたいなね。まあでもね、貯めてあったら貯めてあったで、この高村さんの時に引いちゃってた気もするから、なんとも言えないんだけどね。はい、というわけで、まあ今回はね、一応リカルド来たから、オープニングの映像をね、動画に残しとこうかなと思いました。ということで、ガチャはね引けないんですが、これで終わりにしようかなと思います。ということで、終わります。ありがとうございました。なんか微妙。